こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、ウクライナです。ウクライナのですね、怪獣屋敷、名前がすごいでしょ、怪獣屋敷。今これについてですね、ご紹介してみたいと思います。これがあるのはキエフです。首都のキエフですね。この怪獣屋敷ですね、見た目こんな感じです。しっかりとした建物で、作られたのが1900年の初めですね、1901年か2年か、そのぐらいなんですけれども、なんで怪獣屋敷というようになったかという以前に、この建物が何なのかということなんですけれども、これ実は大統領公邸です。皇帝っていくつかあるんですよ。先週からご紹介したあのマリア宮殿、あれも皇帝なんですけれども、この怪獣屋敷ですね、これも皇帝なんですよね。で、自撮りで有名なあの大統領がですね、例えばその窓側に立ってキエフの夜をみんなにご紹介してくれたりとか、あの建物ですね、大統領府の向かいにあるのがこの怪獣屋敷なんですね。ですから、ひょっとしたら大統領ここで寝泊まりしている時もあるかもしれない。怪獣屋敷に住んでる大統領はそれは確かに強いよなっていう感じなんですけれども、でこの建物なんですけど、なぜ怪獣屋敷と言われるのかというとですね、その建物の上部とか横にくっついている造作物ですね、これですね、柱のところなんですけれども、サイとですね、それから四角かな、そういう造作物がついてますよね。でこちらはですね、屋根の部分、屋根といいますか、一番上の屋上というか、その底の部分ですね、これ人魚と、それから真ん中にあのカエルさんがいるのお分かりになりますでしょうかね。そういったものがなんかこうモニモニとつけられている、ちょっとこうアールヌーボーっぽい感じしますでしょ。確かにアールヌーボー建築の一つではあるんですけどね。でこちらは1階部分ですね、象さんの顔がこうしつらえてある。ちょっと耳小さいんじゃないかなと思いますけれども、それはいいんですけれども、あとですね、この建物の周りには、これは一つなんですけれども、これライオンとワシ、ライオンって狩りをするのはメスだけなので、メスライオンだから縦が見ないですよね。メスライオンとワシの戦い、そんなのもあるのかなと思いますけれども、そういう、こういうオブジェがいっぱいあるわけですよね。でそういうことでこの怪獣屋敷と呼ばれるようになったんですけども、もともとはですね、キエフのガウディと呼ばれている建築家の方がいて、この人は、実はポーランド人なんですよ。でその人がこの建物を、自分のマンションとして最初作ったんですね。その作った時にイタリアからわざわざデザイナー呼び寄せて、こういうものを一緒に作らせたんですよね。でその建物がですね、2点3点して、ウクライナの歴史、ヨーロッパの歴史、皆さんもご存知でしょうけれども、一旦はソビエト連邦のものになったりして、また独立して、そしてですね、2004年か2005年、そのあたりかな、そのぐらいから国の所有物となって大統領公邸になっているわけなんですね。でですね、じゃあ部屋の中どうなっているかというとですね、一応大統領公邸になった時に、もともとはマンションだったんですけれども、いろいろこう変わっているので、こういう階段なんかに関してはそんなには変わってないと思うんです。壁のところにこれ、鹿かな、剥製だったら分かるけど、こういう造作物があるわけですよね。でお部屋に関してはですね、もう完全にその大統領のが使うものということなので、こんな風にですね、昔の面影はもうない、1900年の初めに作られた頃の面影はもうなくてですね、今の大統領が、いろいろ使われるために、リノベされているって、今そんな感じなんですね。で、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、この怪獣屋敷ですね、大統領府の目の前にありますので、道挟んで目の前ですので、行かれる時はもうちょっと先になるかもしれませんけれども、ツアーでですね、内部見学ができます。ですので、落ち着いてですね、行かれるようになったら、キエフの街ってのは結構いろんな面白いものがあって、前回のマリア宮殿ですねにしても、またいろんなそのカラフルな大聖堂とか教会にしても結構見どころあるので、その一つとして、この怪獣屋敷ですね、ぜひ行ってみられてですね、なかなかフォトジェニックでインスタ映えしそうな建物なので、こういったものもですね、落ち着いたらガイドさん付きで中に入れますので、そのガイドによってですね、日本語とガイドは多分ないので、日本語ガイドさんも一緒につけて、英語もしくはウクライナ語のツアーになりますから、そこでですね、皆様お楽しみにされては、またウクライナの旅も面白いかなと思います。今回はですね、自撮り大統領の、大統領府のすぐ向かいにある、ひょっとしたら泊まってらっしゃるかもしれない、この
怪獣屋敷と呼ばれるもの建物ですね、そのキエフにある怪獣屋敷をご紹介いたしました。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。